はい、皆さんこんにちは、柴本です。本日は私からパスガードの紹介をしていきたいと思います。山田君いいですか？はい。まあ、ミドルレンジからの、ね、パスガードですね。最初ブルファイターパスを狙っていくんですけども、基本はまあ内持つと左右ね、どちらもいけるという、ね、メリットがありますね。でもしね、こちらからパスするって決めてるんであれば、そちら外側持った方がより強力にね、この手を押し込めるというね、メリットがありましたね。で、やっぱり僕とか自分より大きい相手と練習することが多いんで、ぶっちゃけ足重いんですね、相手の足が。なので内々だとやっぱりね、この押し込みがどうしても力が入らない。まあ、結構ズボンもね、相手のズボンを持ちづらかったりしちゃって、内側持っちゃうと押し込みがやっぱりどうしてもきつくなっちゃうんで、まあ、最近はもうやっぱりこの外側って決めちゃってますね。で外側持っちゃうと向こうにスイッチがね、やっぱできしづらくなっちゃいますよね。なのでスイッチがないので、まあ、それを補うために僕はもうレッグドラッグのような感覚で入るようにしてますね。もちろんこのままね、ここまでいければいいんですけどね。エビをされたり足入れられたりね、することが多いです。なのであんまり欲張らないで最初の目的地はここですね。相手のこの足の下にこの足が入れば十分かな。最初この位置でしたよね。それをニーオンベリーに行くようなイメージで、ここに入っちゃうわけですね。そうするとブルファイターの動きでレッグトラックのポジションを作ることができますね。この状態からこれだけでいいわけですよね。で、相手も、ね、すぐに反応してきてしまうので、大事なのはまずこの足ですね。この足をしっかりとピンしておくことです。内側にね、持ってこれないようにね、ここでしっかりピンしておくことね。次にこの足をここで挟んじゃうんですね。このようにバインドすることによってこれ引き戻せなくなりますね。ここだと膝をガッて引くことができちゃいますよね。なので私はまずブルファイターでここに入ったらこのように挟んでしまいますね。でこっちをコントロールして、ここで余裕を持って襟を探しに行きますね。はい。であんまり慌てないです。このポジションを失わないことですね。相手がこちらの足マットについて襟してきたりするんだけれども、ここでこうついていきますね。永遠にこの足を逃がさないでください、ここからね。はい。である時にタイミング見て入れ替えれば落ち着いて2本目に移行することができますね。持ちます。ここを最初の一時塚にするわけですね。でしっかりとピンをしておいて、そして襟を持ってきますね。この状態でもうしゃがんじゃってもいいですね。相手が暴れるのをね、コントロールできるようにしておきますね。でいきなり2を行くとこの間がね怖い場合はここ押さえちゃうこともありますね。今度は膝柱でね、相手のなんだろうな、お尻の下あたりここをブロックしちゃって、相手のこの足のあたりツボ的な痛さです。はい。ここをもう押し続けてみて、これで全然この足が腰が動かなくなっちゃうんですね。それを経て改めて2本ベリに行ってあげるというような手順で入ってきますね。で、まあ、割と2本ベリ行くより距離が近いんでね、すぐ入りますね、ここまでね。で、ここバインドしますね。ここからは結構いけないこともあるんですね。ここまで来たんだけど、相手ももちろんね、そうですね、こういうグリップファイトとかになってね、まあここまでどんどん、ここからちょっと先いけないなと、動いたらなんかもうエビされちゃうなと思ったときは、このままロングスリーブに押してですね、一気に体を落としちゃうんですね。この状態からね、こう開きつけられちゃうんですね。で、そこに頭を落としますね。この位置に出てしまったら、こちらサイドでロングステップして、何事もなければ膝をスイッチして落ちていきますね。ここで相手は極端にエビして半身になってきますね。そうですね。なのでここで逆サイドへ切り返して、まあ、結局反対のレッグトラックに移行するわけですね。まあ、なんかこのぐらいまでですかね。考えてセットアップをしていきますね。はい。何もなければここもスイッチして2本目に行くことができますね。ここで行きたいんだけれども相手の抵抗があると、もうなかなか足を入れ替えれないなと思ったらどんどん落ちていきますね。
バーを大幅出しちゃうと距離ができすぎですね。そうですね。なのでまずここを切ることです。そしてこの頭を軸にして自分の体を外側に捨てるようなイメージですね。よっ。でここを軸にしているんだけれども、ここのスペースを作るわけですね。相手は私の足を例えばバタフライとかでこうやってね寄せたりもできちゃうので、足をこう逃がしておくんですね。で相手が足を追ってきても足は届かないですね。である時に起き上がるとこの足をピンできますね。そしてこの腕だけが逆サイドで、やはりレッグトラックの位置に入ってきますね。まあ、この時はもう低い姿勢になっていると思うんでね、後ろ寄りを持って、バックを取ればいいでしょう。まあ、もちろんやりたければ同じことができますね。このぐらい半身だったらクロスから持っちゃいますね。こういう状態ですね。はい。そしてコントロールして2本で見ることもできますね。はい。あとはハイステップやることもありますね。もちろんね、ここに来て、ここに来た後にここに乗っちゃいますね。でこのままハイステップパスで降りていくこともできますね。やっぱりこの人にとってフラットになっちゃってるっていうのはガードがしづらいわけですね。ここで完全にこのように足を内側にこちら入れちゃいますね。こっちに出すのではなくて、この挟んだこの足をまっすぐ乗せちゃいますね。でここでバランス取っちゃいます。相手にもう乗っちゃってますね。そのまま外へ出て、ここ足首フックしといてくださいね。でそのままこちらへ落ちていくとフラットになったままバスガードにしていくことができますね。はい、このぐらいかな。よし、それもやってみましょう。内口じゃなくて、そうですね。でもこのままブルーハイターいければいいけど、はい、ここを一回動いちゃう。そうですね。で、挟む。こっちはこう。そうですね。で、挟んでる力だけでキープできるように、こっちの手フリーにしてみて、ここでまず、はい、ちゃんと挟めるかどうかですね。これができていれば、この足戻ってこないんで、すごくいいポジションなんですね。で、こっちは最初突っ張るんですけど、はい、実際には相手のこの足の動きに合わせて、フレキシブルに、そうそうそう、ピンできれば、もうそれで十分ですね。固定する必要はないです。近づかなければね。で、左手で余裕を持って襟を探しますね。はい。何事もなければ、足スイッチするだけで、落ち着いて二本蹴りに行きますね。レッグバインド式、そうですね。もし足入れ替えが難しいときは頭を落として一気にドロップしたいですね。襟は持ったもん、ね、襟持ったまま肘張って、あ、そうですね。で山田が澤田君の足を追っていきます。右向いて右向いて、はい、引きつけながら逆サイド行った場合はレッグバインドですね。あ、そうですね。おお、うまいんですか。あれですよね、今そうなんですけど、やっぱ内側持っちゃってるから、ロングステップからのレッグトラックはこれ、はい、こっちやるときにちょっと手がきつくなっちゃうんですよね。これちょっと致し方なしですね。やっぱりさっきの話と同じで、上から押さえた方がもちろん強いんだけど、内側持っちゃってるとちょっとそれはできないですね。これ基本相手は足をこう追ってくるのもあってそうですよね。あ、もちろんもちろん。なんで自分から無理やりじゃないですね。相手が追ってきてるんで、こちらに倒せると思うんですね。で、ある程度まで来たら、ある程度まで来たら別に話しちゃっていいと思いますね。ここで上から押さえ直せる、押さえ直せる。で、もし本当にそこのやりやすさも追求するんであれば、もうここですね。そう、ポケットグリップしておけば、これはフレキシブルなんでね。この後もね、別にレッグドラッグにも対応しているということですね。ただね、ここの相手の足の長さによるんですけど、例えば僕がもう遠藤先生にかけたらこの辺になっちゃうんですよね。これがちょっとまた詰めれない、この後ね詰めれないようになっちゃうんで、基本ここ持ってこの辺りを押さえておきたいですね。まあ体格的に同じぐらいだったら裾持っても、まあ、距離的には間に合うかもしれないですね。でまあ、裾持った方がその後のさらにその先などが進みやすいってことですね。進みやすいってことですね。はい、おっす、やってもいいですか。はい、
胴体格ぐらいだったらまあいいと思います。これ結構もうそう入れちゃうぐらいでもいいと思います。そこで座っといて右手で抜けないです。この時体重はもう右膝に、あ、そうですね、これ中腰で自分を支えるっていうよりももう相手に楽しちゃっていいです。はい、はい、というのはこの足が動かないようにしておくことですね、はい、胸と膝を合わせても、あ、そこは意識してないといけないです。はい、で襟を探してそうですね、行けそうになかった場合がロングステップね、頭から落としてます、うん、右肘開くようにして相手のフレームとかもこれ特に気にせずに、気にしないですね、ドロップしちゃいますね、そのまま、そうですね、うまい、うん、これまた強烈バージョンですね。さらにこのももを上から踏んじゃうと、まあ、ニアサイドのレッグドラッグになってより強烈ですね。で、今山田先生がここから多分普通にこう入れ替えたんですね。これなんかちょっと気持ちなんですけど、気持ちこう打ってます。ああ、瞬間に落ちるんですね。そう今ちょっと極端にやりましたけど、ここから単純にこう入れ替えるよりは気持ちこうして間に合うんですね。なんで、まあ、このぐらいなんですけど、実際のスピードでやる。おお足でブルーハイの仕事だった。そうすげえ、そんなイメージですね。まあ、すごくなんか僕は結構このポジション作るの好きですね。なんか後からでも作れますね。こっち側から入っといてで出てこうなって持ち帰ってここ作っちゃうとか、あ、これはまあよくやりますね。いわゆるよく流行りのこれをやるよりもさらにこっち側に出しちゃってる。すごくまあいいところですね。よし、よいしょ、はい、やってみてください。以上です。